皆さんこんにちは、 WXS マガジンです。2021年はカニエ・ウェストやドレイク、J. コール、タイラー・ザ・クリエイターら大物ラッパーたちが次々とアルバムをリリースし、ヒップホップシーンにおいて近年稀に見る豊作の1年だったのではないでしょうか。そこで年内最後の動画となる今回は、 WXS マガジンの運営者2人が選ぶ2021年ベストアルバム10枚をご紹介します。皆さんが選ぶ今年のベストアルバムもぜひコメント欄で教えていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。マクオーミー、プレイフォーハイチ。ニュージャージー州ニューヨークのラッパー、マクオーミーのグリゼルダ復帰作です。マクオーミーはハイチ系のラッパーで、英語にハイチ語を織り交ぜてのぶとく太い声でスピットするスタイルを得意とします。ビーフ関係を解消したウエストサイドガンがエグゼクティブプロデュースを務めた今作では、ソウルフルでメローなビートとハイチにルーツを持つマクオーミーならではの独特なフローやシンギングが堪能できます。自身のリリックを著作権登録していることからジーニアス等で確認することはできませんが、詩的なラインや高度なライムスキームにも引き込まれる一枚です。ベイビー・キーム、ザ・メロディック・ブルー。ネバダ州ラスベガスのラッパー、ベイビー・キームのデビューアルバムです。プロデューサーとしても評価が高いベイビー・キーム自身がプロダクションを担当した今作は、アルバムを通して洗練された新たなトラップのスタイルを提示しながら、カニエ・ウェストの 808&ハートブレイクの影響を感じさせる、どこか懐かしいサウンドも聞かせるなど、まさにメロディックでカラフルなアルバムに仕上がっています。思わず口ずさみたくなるキャッチーなリリックやオートチューンを聞かせたコーラス、耳に残るユニークなフローなど、ベイビー・キームの魅力が最大限に発揮された一枚です。ジョイス・ライス、オーバーグローン。カリフォルニア州サンディエゴのシンガー、ジョイス・ライスのデビューアルバムです。90年代後半から2000年代初期の R&B を彷彿とさせるサウンドと、ジョイス・ライスの美しく伸びのある歌声が魅力的な一枚です。ジョイス・ライスと同じく日本にルーツを持つシンガー、海が参加した That's on you Japanese Remix では、英語話者ならではの日本語リリックを聞くことができます。DJ マグス&ローム・ストリーツ、デス&ザ・マジシャン。カリフォルニア州ロサンゼルスのプロデューサー DJ マグスと、ニューヨークブルックリンのラッパーローム・ストリーツによるジョイントアルバムです。 DJ マグスのお箱であるダークでグライミーなビートの上で、ローム・ストリーツがフロー、ライムスキーム、ワードプレイにおいて申し分のない完璧なラップを披露します。ノンストップでパンチラインを繰り出しながら、いとも簡単にライムし続けるローム・ストリーツの活躍ぶりは、レジェンド DJ マグスのプロダクションあってのものでしょう。Niggas be acting like they really want smoke till they hit the bong, then they take a toke, burn their throat, choke, then they gone. ウェストサイドガン、ヒトラーウェアズエルメス8。ニューヨーク州バッファローのラッパー、ウェストサイドガンによるミックステープシリーズ、ヒトラーウェアズエルメスの最新作です。ウェストサイドガンらしいソウルフルかつドープなビートチョイスはさることながら、お得意の高音ラップや時折見せる下手馬なコーラスのスキルにも磨きがかかっているように聞こえます。しかし今作のポイントは彼自身のラップ云々より、むしろ彼ウェストのキュレーターとしての能力の高さにあります。サイド A、サイド B 合わせて計30人以上のアーティストをフィーチャーし、一つのアルバムとしてまとめ上げる様は、ラップができビートチョイスのセンスがあるアンダーグラウンド版 DJ キャレドと言えるでしょう。ロッドウェブ、ソウルフライ、デラックス。フロリダのラッパー、ロッドウェブの3枚目のスタジオアルバムのデラックスバージョンです。歌唱力の高さはいつものことながら、今作はその高い歌唱力にゴスペル風バックコーラスや美しい楽曲の音色を効果的に絡めています。口ずさみたくなるメロディーの間に配置された少々荒削りなラップも必聴です。ヤングサグ、パンク。ジョージア州アトランタのラッパー、ヤングサグによる2枚目のソロスタジオアルバムです。ギターメインなどの落ち着いたビートを多用しており、耳に優しい作品です。トラップの第一線で戦ってきたヤングサグがドラムレスのビートにラップする姿は、時代の転換を目の当たりにしているような気分にさせてくれます。ショーディー・ショーディー&マーダービーツ、メモリーレーン。メリーランド州ボルチマーのラッパーショーディー・ショーディーとカナダ・フォートリーエのプロデューサーマーダービーツによるコラボテープです。ネチネチとしたショーディー・ショーディーのラップが癖になる作品です。某超ヒット曲のメロディーを丸々サンプリングした楽曲や、ネット上で自らの総資産が低く予想されていることに対するアンサーソングなど、作曲時の目の付けどころが面白いところもポイントです。リル・ヤッティ、ミシガン・ボーイ・ボート。ジョージア州アトランタのラッパーリル・ヤッティがミシガン州の現行ローカルシーンを盛り上げているラッパーたちと共に制作したミックステープです。旧友である T グリズリーはもちろん、リオ・ダイアン・ゴージーや YNJ、 アイスウェア・ベッツォらをはじめとするアップカミングなラッパーたちも多数参加しており、最後まで面白い作品です。気だるげなリル・ヤッティの限界ささやきラップも必聴です。
コータザフレンド&スタティックセレクタートゥーキルアサンライズ。ニューヨーク州ブルックリンのラッパーコータザフレンドとマサチューセッツ州ローレンスのプロデューサースタティックセレクターのコラボテープです。夕暮れ時に聞きたいゆったりとしたビートを中心に構成されており、コータザフレンドのテンションを上げすぎないラップとマッチしています。ピアノやトランペットのメロディーとスクラッチなどのアクセントの塩梅がいい具合で、老若男女におすすめできる一枚です。今回ご紹介したベストアルバムの中でも特におすすめの楽曲を集めたプレイリストをご用意しておりますので、合わせてお楽しみください。今年の動画はこれで最後です。今回もご視聴ありがとうございました。それでは良いお年を。